こたびはな、秀吉がわしのことをひいきしとった話をいたす。それは秀吉がわしのこと好きだからじゃ。太閤検地はなかったんじゃ。利家がやっとるから見逃してやってもええか。加賀大納言前田利家である。陣笠隊助け。我ら名古屋おもてなし武将隊はぁ。というわけで我らはこの名古屋を世界一の観光都市とすべく400年前より蘇りし物の風習団にござりまする。現世に蘇ってからは名古屋グランパス殿の宣伝隊やテレビやラジオのレギュラー番組なども持っておりまするが、本日もこの YouTube を届けてまいりまする。利家様、こたびはどのようなお話をされるのでしょうか。こたびはな、秀吉がわしのことをひいきしとった話をいたす。よー、待ってましたというわけでな、はよくないじゃろ、ひいきって。はじゃがな、まことにあの者はわしのことをひいきしとったんじゃ。はなんか嬉しそうにございます。あ、そうじゃそうじゃ、まあ楽できたでな、夢に。そもそも五大老、みなみなが知る五大老っちゅうのも、わし以外は秀吉の血縁の者、もしくは大大名。五大老、みなみな、わかるか。まずは家康殿じゃな、もうええらい友人もおっとる。次に上杉景勝殿、これもまたええらい友人もおっとる。毛利輝元殿じゃな、いわゆる戸様で活躍したものをまとめるがためにこう名付けたものが五大老っちゅうものなんだけども、残りの一つ宇喜多秀家殿っちゅうのも秀吉の血縁者であるがゆえにそこに選ばれたっちゅう。なぜわしが選ばれたのか。はそれは秀吉がわしのこと好きだからじゃん。本当にございますか。まあそうだ、まあ半分冗談半分本当なんじゃけど、まあこれは置いておいて、みなみな、このな、多くの戸様大名、もともと各地で力を持っとった大名な、今申した通り五大老のほとんどがその者だし、それをな、しかと治めるがために秀吉は圧力をかけたじゃん。それの一つが、みなみなもよく知ってると思う、太閤検地というものだ。見たことがござりまする。そもそも年貢っちゅうのは、それぞれの土地でそれぞれのものがもう好きに取っとったんだけれども、それを秀吉がもう日の本ではこういった基準を持って年貢を取るぞと。例えばマスであったりとか、長さであったりとかな、そういうのも秀吉が統一してやったわけなんじゃ。じゃがな、実は太閤検地はなかったんじゃ。太閤検地がなかった。というのも、太閤検地そのものがなかったわけじゃなく、わしの領地だけは太閤検地せんでよかったよ。何故にございますか。これは、まあ、ちょっと難しい問題もある。まあ理由といたしては、わしの領土っていうのはもともと一向宗自治をしておったわけじゃな、農民がな、みなみなも自分で持っとった一揆が多い土地だったがゆえに、わしはそれを押さえつけるのではなく交渉いたしたんじゃな。じゃあお主らが思う年貢の量をわしらとお主らで話し合って決めようではないか。おお、これは日の本唯一わしのところだけ。おお、こういうことをしとったわけじゃな。力もある農民のことを高持ちと申すんだけれども、その者らと話し合ってな、信長様が死のを分けたじゃろ、武士と農民を分けた。これ誠に画期的だったんじゃけども、わしらのところはな、誠に力持ちすぎとったがゆえに分けんかったんじゃ。むしろ、なるほど、お主らはそのようにな、いつもはな、米取ってくれとる。じゃがお主らはお主らの力があることを知っとるじゃろうと。ゆえに、じゃあわしが困った時はお主らの力を貸してちょ、貸してくれるならば自由も認めてやるぞと。こういったな、もう仕組みをな、わしらのところだけ勝手にしとったわけなんじゃろ。ゆえにその太閤検地、農民と武士をこう分けてな、分けるっちゅうのがわしにとって都合が悪かったがゆえに、まあ秀吉はな、見て見ぬふりをした、黙認したっちゅうな側面はあるわけじゃな。ひいきといえばひいきよ。そうじゃ、利家がやっとるから見逃してやってもええかっちゅう思いがなかったとはわしは思わん。難しい土地いくらでもあるかな。もうそれこそ肥後のあたりなんぞも多くて、なあ、それでその一揆が鎮圧できんくて、わしの公敵主であるさっさなりまさっちゅうのは一揆を抑制できんがために秀吉は怒ってまったんじゃん。お主しっかりしろよと。がゆえに、まあ、切腹させられてしまったりだとかなしたんだけれども、さっさなりまさもな、わしと同胞だで、同じ立場でいいはずじゃろ。確かに、もう古くからの付き合い、だけどもあの者らは切腹、わしは自由にやってよし。おお、まことよくないの秀吉の。本当によくない。だから、まあ、そのようにな、わしとしても理にかなったことをしとるで見逃してくれたっちゅうのが。確かに。だから他にも秀吉がわしをひいきしとった理由がな、あるんじゃ。
刀狩り、これも秀吉が行ったな、改革の一つ、有名でございます。農民は刀を持つでないと、これによって先ほど申した通り武士と農民が分かれたわけじゃな。これもわしやらんかったわけではないぞ。じゃあ誠遅れたんじゃな。遅れたというのは、それを実行するのか。ああ、さよう。10月ほど遅れたんじゃ。じゃあ秀吉何も言わんじゃ。約1年も。ああ、そう。同じくそれくらい遅れた島津殿、三成が本に怒っても大量の書で早くいたせと怒っとったにもかかわらず、わしのことは一つも書状もよこさん。へえ。ということなしとったわけなんじゃな。おまあ他にもわしの息子、年長。わしと年長は別の国を治めとった。別の大名として秀吉は扱っとったんじゃけども、わしへの書状を年長に送ったりとか、年長への書状をわしに送ったりとか、もうまあ好き勝手しとったわけじゃないですか。それも連署という形を取るんだけど、代表が2人いる。わしとお主で一緒に国を治めとります。なんた時に、じゃあここの土地、わしらが治めとる土地に何かもう命令であったりとか届いた場合は、それの返答にはわしの書だけではダメなんじゃ。主も納めとるじゃろ。だって主も書かねばならん。二人の承諾がいると、というのが必要だったんじゃけども、わしと年長に関しては片方で事足りた、みたいなことがあったりとかなしたわけなんじゃな。そもそもギギしとる言うとるけれども、まあわしは最初に申した通り秀吉とえらい仲良かった。福祉の友があったゆえに、お互いにある程度な許し合ってたっていうのがあるわけかな。ここで面白いわけ話があるんだけれども、わし怒られたんじゃない秀吉に。おお、どうぞ。怒られたんですか。怒られた。これはじゃあなぜ怒られたのかわしも分かったな。ほう。小田原征伐の折に、わしはな上杉景勝殿と共に軍を敷いとったんじゃけれども、年戻ってくる、蟄居いたせと。なぜじゃって聞いたら、おはぎれ悪い、多分家臣の誰かが、利家様なんか調子乗っとりませんとか言ったらしいんじゃけれども、またなんか言っとるかって。でもそのまま普通にしとったら、そのまま普通になかったことになる、話があったりだとか、まあわしも悪い、今思うとな、天下人じゃぞ秀吉は仮にも。じゃがもう、もういっか、またいつもの言っとると思って流したら、誠にそのまま許してくれたし。しかしながらそれはお二人の仲があってこその関係にございますな。よくな、ちょっと歴史知っとるよってものには不思議な出来事として語られるんじゃけども、何も不思議なこともない。もう蓋を向けてみたら、ただの友達同士の喧嘩だったっていうお話っていうのな。よくないことじゃない、天下人が一つの大名をひいきするっていうこと。じゃあな、まあ、それだけ秀吉はもともと身分が低かったがゆえに、長く付き合いのある信用のおける男、そうわしが大事だったんだよな。秀吉の赤い顔してるんだ今の頃、はあ、でな、さようでございますな。よみがえられてからも名古屋おもてなし武将隊にて秀吉様と利家様のこれからの仲、えらい楽しみにございますな。いろいろな話がある、わしと秀吉についてはもう誠に名古屋に住んどった時も安土に住んどった時も隣同士、このようなら仲いい話っていうのはいくらでもある。どんな話があるのか聞きたいなと思った折には、名古屋城に来てわしもしくは秀吉に直接聞いてまいるがよい、ちゅうことで秀吉がわしをひいきしとったっちゅう話じゃな。この動画秀吉様見てくださるとええですな。きっと見とる、そして赤い顔しとる。ちゅうことでこの動画がええなと思ってくれたものは、チャンネル登録高評価よろしゅうお頼み申す。では皆さらばじゃ。